はい、埼玉県は羽生市を走っております。中岩瀬地区ですね。午後の4時12分の時刻で、こちらの方も、降ってまいりました。天気予報通りですね、雷雨になっております。非常に強い、夕立が、襲ってきております。いや、非常にすごい凄まじい雨と雷になっております。一面にですね、道路、雨が降り注いでおりまして、水たまりですね、水が非常にこう冠水しているような、状況になっております。今も、雷が弾けました。近くで落ちましたね。はい、埼玉県は羽生市でございます。ワイパーも一番早くしないとちょっと見えない状況です。はい、本日6月28日水曜日でございます。はい、心配していた雷雨がいよいよ襲ってまいりました。午後4時14分の時刻になります。はい、この横殴りですね、もう斜めから雨が、降り注いでおります。もう本当にこれは、ゲリラ豪雨っていうんでしょうかね。雹もたまに落ちてきますね。今音拾ってるかと思うんですけれども、先ほどちょうどアパートの方で作業を終えたんですが、その時はまだ降っておりませんでした。ちょうど終えて車を走らせた時に、ご覧の通り一面に雨が、降り注いでおります。雨どいの下ですね、トイの下、左の建物、赤い建物ですね、から一気に、このたくさんの雨によって雨どいから吐き出される水が、ものすごい勢いで、吐き出されております。氷が降ってますね。大粒の氷、道路も一面に水が溜まっております。これは結構危ない状況であります。今軽トラック乗っておりますけれども、屋根に氷が落ちております。ものすごい音ですね。バチ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 、まあ、もちろん、雷の音も、凄まじい音で鳴り響いておりますけれども、もう本当に近くに落ちると雷の轟音が、轟いております。羽生市ですね。この先、125号線に、走って深谷の方に戻ってまいりますけれども、ものすごい雨ですね。かなりの雨がご覧の通り降り注いでおります。まあ、ちょっと炎に穴は開くことはないと思うんですが、どうでしょう。たまに降る氷がこの屋根にバンバンと音が鳴っております。いやー、恐ろしいですね。ちょっと へこんだりしてるかもしれないですね。ボディ、ご覧いただけますでしょうか。氷が、地面にご覧の通り下向けます。白い玉粒のようになって落ちております。氷が降ってますね。1センチはありますかね、大きいものは。氷が降っております。バチバチ音が鳴っております。上戻します。はい、ここからですね。はい、国道、はい、125号線になります。
2車線の道路ですが、やはりちょっとスピードは出せないですね。すさまじい風、そして、雨、そして雷、今日に見舞われております。羽生市行田市に入りました。バチバチとフロントガラスに打ち付ける雨と氷がものすごい音を立てております。ちょっと前方が見えない状況ですね。街路樹も激しく揺れております。ものすごい雨に見舞われております。前方ダンプカーが走っておりますので、なんとか、行く先の、方向が分かるんですけど、まあ車線ですね、中央線と白い白線が、かろうじて見えているという状況であります。はい、ちょっとこれはすごいですね。道路一面に水たまりになっております。水かさがどんどんと増しているような感じですね。はい、ものすごい夕出しになっております。これはあんまりスピードを出したら危ない状況ですね。もう遠くが全然真っ白で見えないですね。雨と今日でしょうか。はい、現在埼玉県、行田市国道125号線を走っております。はい、左先玉古墳群、有名な、観光名所ありますけれども、先玉古墳ですね。はい、現在行田市、羽生から行田市に入りました。はい、打ち付ける雨がこの道路に溜まった、水たまりに水しぶきを上げております。はい、非常に強い雨が降っております。前方ちょっとトラックがハザードつけて止まってますので、何かトラブル故障した模様でしょうか。ちょっと止まってるんで故障ではないですね。発進しました。はい、ちょっとどのぐらい続くでしょうか。激しい豪雨、いい車積んでるからちょっと危ないですね。この積載車、車の車載カーっていうんでしょうかね、スポーツカー、いい車乗せてるんで傷つけちゃったら大変ですね。氷が降っておりましたので、ボディに傷がついたらそれこそ大変なことになります。で、木立の下に休んでたっていうか、やり過ごしてたんでしょうね。氷が止むのを待って今出たところでしょうか。はい、行田市荒木ですね、荒木地区。はい、国道125号線、はい、熊谷方面へ向けて走っております。ものすごい雨が降っております。夕立ちとなっております。雷は少し落ち着いたでしょうか。ただこのご覧の通り激しく打ちつける雨が、非常に強くなっております。はい、水しぶきがですね、やはりすごいことになっております。路面に、道路上に溜まった水たまりの水がですね、激しく、車のボディにも打ち付けております。はい、便利屋ハッピーがお伝えさせていただきました。不用品回収専門になっております。埼玉県北部、群馬県東部地域エリア限定にて受け止まっております。はい、お困りの不用品ございましたら、どうぞお気軽にフリーダイヤルまでお問い合わせいただけたらと思います。
はい、6月28日水曜日午後4時22分の時刻となりました。夕立に見舞われまして、激しく打ちつける雨、街路樹の葉っぱも落としてですね、非常に大変なことになっております。落ち着いてきましたでしょうか。雲の切れ目から少しうっすらと明るい、ちょっと日差しが少し出てきましたかね。落ち着いてきました。ようやく通り過ぎたでしょうか。ちょっと前の車ウインカー消すの、あ、ようやく消しました、ね、ずっとついたままでしたけれども、はい、行田市尾身交差点です。はい、すごいですね。葉っぱがいっぱい落ちております。まあ、枝はもげることはなかったかもしれないですけど、葉っぱがすごい落ちております。ものすごい夕立ってありました。はい、氷がすごかったですね。ということで、この辺で、ご案内を終了させていただきます。便利ハッピーの角の口がお伝えさせていただきました。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。